ウクライナ軍ドニエプル川東岸に進出ロシア側も認めるロシアによるウクライナ侵略で南部ヘルソン州のロシア側占領地域のサリド知事は15日ウクライナ軍部隊がドニエプル川を渡りロ軍の支配下にある東岸地域に進出したことを認めた同ーカ東岸へのウクライナ軍の進出はこれまでも伝えられてきたがロシア側が認めるのは初めてサリド氏は同日交流サイト SNS への投稿で、東岸の集落、クルインキ方面に、1個半中隊程度のウクライナ軍がいると指摘。一方で、都下作戦中や東岸進出後に、ウクライナ軍はロ軍の攻撃を受け、1個半から2個大隊を喪失したとも主張した。サリド氏はまた、東岸に進出したウクライナ軍の損害が拡大し続けており、士気も低いと主張。ウクライナ軍は東岸の主要都市などを奪還する計画を立てていたが、 失敗したたなどと述べたこれに先立つ13日ウクライナのイエルマーク大統領府長官は訪問先の米国で講演しウクライナ軍が東岸に拠点を構築したことを初めて公表した米シンクタンク戦争研究所は14日付の戦況分析でウクライナ軍は最近クルインキで前進したと指摘したウクライナメディアなどによるとウクライナ軍は10月ドニエプル川の渡河に成功し 東岸に初めて拠点を構築、ウクライナ軍の狙いは、反行の主軸とする南部ザポロジエ州で前進が停滞する中、南部一帯やクリミア半島の奪還に向けた別の進軍ルートを確保することだと見られている。中国でまた感染症がひそかに拡大中、全土で小児科がパンク状態、治療薬の買い占め、大暴走のナショナリズムに火をつける、次のパンデミックの危険な兆候。 中国で猛威を振るう2つの病。中国が2つの病に侵され、習近平政権の足元を揺さぶっている。1つは中国で反ユダヤ主義が異常な盛り上がりを見せていること。もう1つは新たなウイルス性の疾患が広がり始めたことだ。前編、中国が侵された怪しすぎる2つの病、習近平に襲いかかる魔物の正体がやばすぎた。でお伝えした通り、ハマスのイスラエル攻撃以来、 非科学的で古臭い反ユダヤ主義が中国のネット上に吹き荒れて、ついには中国の検索大手、バイデュのアプリの地図から、イスラエルの国名が消えてしまった。この国民から沸き立った異様なナショナリズムは、今や習近平政権をもコントロールしようとしている。中国政府は、紛争開始当初は中立の立場を取っていたが、ここにきて、反撃は自衛の範囲を超えているとイスラエルを猛然と批判するようになった。 ナナショナリズムといいいう魔物を政権ははコントロールでできなくななくっているのではないか中国のナショナリズム教育という自業自得中国のナショナリズムは1990年代に政府主導で始まったがリーマンショック後に中国が世界経済をけん引するようになると攻撃的な性格を帯びるようになった習近平政権誕生後はその傾向がさらにエスカレートした感がある中国のナショナリズムは最近国民がリードすることが多くなり 政府は自ら作り出したナショナリズムを制御できなくなりつつある。中国経済はこのところ急減速しており、国民の懐事情は厳しくなる一方だ。日々の生活への不満が高まれば高まるほど、ナショナリズムがショービニズム、好戦的愛国主義に変質するのは過去の歴史が教えるところだ。筆者は、反ユダヤ主義が米国への敵外心に転じる可能性が高く。 対話により中国との軍事衝突を避けるとする米国側の努力は水泡に帰してしまうのではないかと危惧している中国で感染症が密かに拡大中中国では反ユダヤ主義という病に加えて本当の病気も大流行している10月以降マイコプラズマ肺炎患者が急増しており全土で小児科がパンク状態になっている11月6日付レコードチャイナ マイコプラズマ肺炎は細菌ともウイルスとも異なる特殊な病原体、マイコプラズマに感染することで発症する。主な症状は発熱と咳で、頭痛や喉の痛みなどの症状が出ることがある。感染しやすい少児や青少年の今年の感染率は昨年に比べて大幅に上昇しており、治療薬の買い占め現象も生じている。従来、感染しにくいとされてきた大人の患者数も過去に比べて大幅に増加しているという。 コウモリ女子が指摘する次なるパンデミック感染が一向に収まらない状況下で今年のマイコプラズマ肺炎の大流行は新型コロナウイルスの変異型が引き起こしているのではないかとの噂が広がっている真偽のほどは定かではないがコウモリが宿主のウイルス研究者として知られバットウーマンと異名を持つ中国武漢ウイルス研究所の積成霊礁は今年7月に物騒な内容の論文を発表していることが気になるところだなお 武漢ウイルス研究所はアメリカの一部機関からコビット1 9の漏洩疑惑を持たれているその内容は検証実験の結果新たに見つかったコロナウイルスの多く20種が今後パンデミックを引き起こす可能性が非常に高いというものだ9月24日付サウスチャイナモーニングポスト新型コロナのパンデミックはようやく峠を越したが 日本をはじめ国際社会の次なる備えは不十分なままだと言わざるを得ない中国で流行している2つの病が国際社会に最下をもたらさないことを祈るばかりださらに連載記事習近平の大さん現実味を帯び始めた新型コロナ武漢研究所流出説でトランプが公言する中国への巨額賠償その悲惨な中身では新型コロナの起源についていよいよ怪しくなってきた 人為的な流出説の真相を紹介しようウクライナ軍の死者は3万人超過、市民団体が調査報告公表。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以来、これまでにオープンソースを通じて死亡が確認できたウクライナ兵は約2万4500人、総数は3万人を超えたとする調査結果を、ウクライナの市民団体が発表した、ウクライナ政府は死者数を国家機密として扱っており、 公表は戦闘の弊害になる可能性があるとしている。米紙ニューヨーク・タイムズは8月、匿名の米当局者の発言として、ウクライナの創始者数は7万人近くと報じていた。今回の報告はウクライナ市に掲載され、執筆した歴史からは、行方不明とされる1万5000人の多くが死亡したと見られることから、実際の死者数はさらに多いとの見方を示した。ロイターは数字を独自に確認できていない。報告は戦闘 非戦闘の環境を含む死者数は3万人を超えることになるとし、死者数と負傷者数の比率を1対3として計算すると、負傷した軍関係者は最大10万人になると説明した、この数字は14年のクリミア侵攻以降のウクライナ戦争死者数を追跡するプロジェクトの一環で発表された。